大きなやつ、あ、すげえ柔らかい。長崎カステラを自作したいと思います。ライスンで25が35ですね。25×30 25の35。ペルペル内側にしてこう切り込みを、ザラメの砂糖を 30g ですね。これをこれで固めに盛ります。こちら全卵 400g と卵黄 150g で、砂糖と一緒に湯煎にかけて温めてから混ぜます。上白糖ですね。パウンドとかしっとりしたカステラとか作りたい時はグラニュー糖ではなくて上白糖を使うことがよくあります。薄力粉400、米粉が 50g、 コーンスターチ、トウモロコシでんぷん 30g、 これを混ぜたものを粉として加えていきます。無塩バター 320g、 太白ごま油を 120g、 牛乳ですね 30cc、 温めて溶かして粉は外に加えて最後に加えるようにします。水飴が 50g、 蜂蜜が 80g、 これは温めて粉入れる前に糖分を加えて粉と合わせるという作業をしていきたいと思います。今回はガルジャラスティック1000円40度ぐらい、45度ぐらい、プロの温度ぐらい温めて、それを卓上のミキサーで攪拌していきます。湯煎で温めます。熱が均一になるように混ぜますけれど、水飴がもうすっかり溶けてないと、
ゃいます。上火170、下火150、白くタップ、上火も下火も66です。最初30分で様子見て、でその後に最初ガッと上げて、その後焦げないように設定温度を下げていきます。はい、まず湯煎っていうか、かましてます。お湯入りで、はい、表面が乾きづらくなるのでパサパサになんないかなと、はい、やってみて。大きなやつ、すげえ柔らかい。上火を落とします。上焦げつかないように上火を落として、下火はそのままで火枠なんで、そんなに横とかに入らないので、下火はそのままで、で上火を落として30分。ビーフです。大丈夫そうな予感がする。そしてだし表面ですか。じゃないですか。出します。熱々でひっくり返さないといけないんで。ああ。はい、熱が取れたら乾かないようにラップにくるんで、一晩冷蔵庫でオーバーナイトで寝かせます。で明日紙を剥がしてカットしていきたいと思います。それでは、一晩冷蔵庫で寝かせたというか冷ました、でラップしたやつをこれからカットしていきます。ザラメの跡になります。あ、いいじゃないですか。よいしょ。漫画で切り落としで打ってもいい。ああ、そうですよね。端っこいただきます。いただきます。ふわふわですよ。ふわふわ。うん。配合的にも、まあ砂糖が多いのはあれなんですけど、結構バターいっぱい入ってるので、含有量的にすごくリッチな
風味的にもなんかこう安っぽい感じじゃなくて結構ちゃんとしてちゃんとちゃんとの味ですね。ザラメがアクセントですね。この端っこもうまいっすね。美味しいですね。全然カステラの端っこうまいっすね。やっぱりしっとりとしてるというか、ごちそうさまです。非常に美味しかったですね。美味しいですね。じゃあこれを限定でちょっとだけ販売しますので、はい、よろしくお願いいたします。